シャンデルナゴルの戦いは7年戦争及び、第三次カーナティック戦争中の1757年3月23日、イギリス東インド会社のロバート・クライブ率いる陸軍とチャールズ・ワトソン率いるイギリス艦隊が、フランス植民地のシャンデルナゴルを砲撃、占領した戦闘。1756年6月、ベンガル大衆のシラージュ・ウッタウラは、フランスの指示を受けて、 イギリス領カルカッタを包囲した。イギリスのカルカッタ総督、ロジャードレイクは、逃亡、副司令官、ジョン・ゼファニア・ホルウェルは6月19日に降伏したが、その夜に、イギリス兵捕虜146名が、カルカッタのブラックホールと呼ばれる小さな牢獄に収容され、結果123名が窒息死する事件が起こった。その後、シラージュ・タウラは、 イギリスの工場を破壊して、モスクを建てるように命じ、カルカッタをアリーナガルと解明した。12月半ば、イギリス軍の司令官、ロバート・クライブは、不評150人、砲兵100人、セポイ1200人を率いて、マドラスからカルカッタへと進軍した。彼は、翌年1月2日に、カルカッタを奪還し、シラージュ・ウッタウラに対して、戦線復刻した。間もなく、 シラージュ・ウッタウラは、イギリスに、事業再開の許可を与える意向を示した。彼は2月にフューグリーでイギリスと、和平交渉を始めたが決着がつかず、クライブは、和平交渉継続の印象を残し宿舎に帰った。だが、クライブは、ベンガル軍に対し野衆をかけ、不意をつかれたシラージュ・ウッタウラの軍勢は、大混乱の後試算した。この時、 イギリスと内通していたミエル・ジャー・ファルラ側近が、シラージュ・ウッタウラに対して講和を強く進め、彼は休戦協定のアリー・イナガル条約に調印した。休戦協定が締結されたことで、イギリスとベンガル大衆の戦いに昇級士が訪れた。クライブとイギリス海軍のチャールズ・ワトソンはすぐさまシャンデル・ナゴルへの遠征を計画した。 カルカッタから数マイル上流にあったシャンデルナゴルはフランスの東、インドにおける重要な拠点の一つであった。クライブはシラー・ジュッタウラ大使にもシャンデルナゴル攻撃を提案したが、大使は拒否すると,とともに、それを固く禁じた。しかし、3月にボンベイから3個不評中隊と1個方兵中隊の増援が来たことで、クライブは大使を無視して攻撃することを決定した。 クライブはヨーロッパ兵士700人とセポーイ1700人の遠征軍を編成し、ワトソンとジョージ・ポコックの艦隊が援護を務めた。しかし、フランスがシャンデル・ナゴルを中立地とする意向を示したことで行動が遅れた。フランスの中流軍は艦隊による攻撃を防ごうとして大型船を川に沈めたが、ワトソンは地形を細かく探査して通路を見つけ、3月7日に 川の上流への更新を開始し、その一週間後にシャンデルナゴルを包囲した。3月19日、ワトソン率いるイギリス艦隊はシャンデルナゴルの近くでフランスの非戦数隻を破壊した。21日、ポコックがワトソン艦隊と合流したが、自らの機関である66門艦カンバーランドは、喫水が深すぎて川に入れず、外に残しざるを得なかった。 ポコック自身はボートに乗った。22日、彼は60門艦タイガーを代わりの機関とした。23日、クライブ、ワトソン、ポコックは、陸海からシャンデルナゴルを3時間砲撃した後、降伏させた。艦隊の損害は、ケントでは、戦士19、負傷49、タイガーでは、戦士13、負傷50、ソールズベリーは、 事故で戦闘に参加できなかったため無傷であった。またポコックも負傷した。シャンデルナゴルから逃亡したフランス人はシラージュ・ウッタウラ大使に保護された。これを不満に感じたイギリスは大使の部下が企んでいた陰謀を察知するとそれに加担した。ワトソンは加担することを断ったがクライブに聞き入れられず、結局クライブはシラージュ・ウッタウラを攻撃してプラッシーの戦いで勝利。 シラー・ジュッタウラは後に殺された。シャンデル・ナゴルは1763年のパリ条約でフランスに返還された。ありがとうございます。